はい、どうも、龍造です。今回は、ライオンハートタブ解説ですね。やっていきます。で、毎度の、チューニングはレギュラーですね。これはですね、原曲キーから結構、かけ離れてるんですけど、これは響きを重視するために、そういう風になっちゃったんで、そこはご了承ください。で、これも夜空の向こうと同じく、そんなに解説するところは、多くないんですけど、細かく見ていきたいと思います。難易度はそこまで高くないとは思います。弾きやすい部類に入るんじゃないかなと思いますんで。で、また出だしから見ていきますと、左手の指使いに関しては、もう最初は僕、中指と人差し指でいってて、で、一回こう人差し指離すんですね。こう言ってます。で、その次のコード譜はこういう感じで、左手は言ってますね。これ親指で弾きたい人は全然親指でもいけますんで。あ、ちなみに出だしのやつも親指でいけなくないですね。僕やりにくかったんで中指でいきましたけど、お好みで選んでみてください。で、同じ形でこっちに移動して、ここの G メジャー7は僕は親指でいってます。ただ別の指でもいけなくないですけど、親指が、楽じゃないかなと思います。そしたら一回3弦をこの後弾いて、スライドの音を入れて、こっちのコードにつなげるためみたいな感じですね。で、こっからこっちはもう同じ形なんで行きやすいです。で、また同じですね。で、 A セクションに入っていきます。あ、ごめんなさい、 A セクションに入る前に、右手に関してもよく使い方とか聞かれるんで、右手に関してはあんまり同じ指がダブらないように僕は弾いてますね。これ僕も決まってなくて、あんまりこうパターン決まってないというか、その違う指で弾いたりとかするんですけど、基本的にはこうオルタネートで弾きますね、僕はよく。ここもこういうとこも全部人差し指で行ったりとかする人いるんですけど、できれば全部の指というか、この3本、小指以外の3本の指しっかり使った方がいいです。ていうふうに僕は使ってますね。で、 A セクションに入っていきますと、大体一緒ですね。さっきとほとんど一緒です。今度は出だしがバレエコードになるだけですね。で、 A セクションの終わりに一回こうスライド入れて、こういう謎のコードみたいなのが入るんですけど、この後 B に入るときはもうこのままコードフォーム動かせばいいだけなんで、すごい簡単です。人差し指でスライドして、この形に持っていくと、そしたら1個隣にずれて B セクションに入ります。ここもすごいやりやすいはずです。で、2枚目に入って、で、このコード慣れない人多分結構多いと思うんですけど、ここはもう頑張って手首をグッとこうめっちゃ返すっていうよりは、小指側を、こっちをこうひねって小指側持ち上げてあげる動きにすると、ちょっとこう行きやすいはずです。慣れてる人はこう、なんていうんですか、手首返さなくてもいけたりするんで、いろいろ試してみてください。D のコードのとこですね。こっちで行くか、手首返すというよりは、こっち側を、小指側のひねる動きなんですか。ここもですね、そんなに注意点ないですね。ちょっと音がふわーっと流れるような感じで僕は弾いてます。で、12小節目の C シャープ7のところは、この C メジャー7をそのまま1個ずらしただけの形なんで、すごい簡単です。一回このパチンの音変えてるんですけど、鳴らさなくてもいいですし、軽くこう音止めるぐらいの感じにとどめてもいいですね。で、そのまま1個ずらせばもう C メジャー7入れるんで。そうだ、これで僕が
僕も分かりやすいように、なるべく分かりやすいようにと思ってこう書いたんですけど、もし分かりづらかったらすいません。ですね、14小節目と15小節目は、1回目は14小節目の方を弾いてそのまま下に行くんですね。2回目は15小節目の方を弾いてそのまま下に行くと。カッコで書いてるんですけど、ファーストタイムオンリーのところは、1回目しか弾かないです。で、セカンドタイムオンリーのところは、リピートして戻るんで、その時だけそっちを弾くっていう感じになってますんで。だからここの14、15小節目はちょっと気をつけてください。ただ変わるのが、1箇所しか変わらなくて、1回目は、なんですけど、2回目は、この3フレットが加わってるだけなんですね。この1個の音しか違わないんで、まあ、そこだけ気をつけてください。ここもね、まあ、15小節目の方、この D のフォームがやっぱりこの慣れないと難しいかもしれないんですけど、これも同じですね。ちょっと小指側を持ち上げるようにしてあげれば綺麗になるんじゃないかなと。ただ握った状態で、手首返さなくても握った状態でもいけなくないですね。さっきと一緒ですね。僕は割と返さないタイプなんで、こっちはもうやりやすい方をちょっと試してみてください。で、16小節目に入って、この D の形いっぱい出てくるんで、ちょっと頑張ってください。で、 C セクションに入っていくと、特に注意点ないですね。ここの、これコード F なんですけど、原曲はもしかしたら違うかもしれないですけど、僕は F でコードでアレンジしてて、ここはですね、親指ベースで行った方がすごい楽ですね。で、G7 で終わったら、一回3から8フレットに向かってこうスライド入れます。で、サビの D セクションに入っていきますね。こっちに8にめがけていって、で、サビがちょっと難しいかもしれないですね。Bm7、こういう形で僕は入ります。で、この小指を駆使して一回スライド入れると、で、この Am7 のこの形に入ってもう一回一緒な感じです。またこれ3からって書いてるんですけど、まあ、本当はどこでもよくて2からでもいいですね。その Bm7 で終わって、ここからまた8に持っていく感じです。僕は多分3フレットぐらいから中指でこうバーっといってますね。さっきと同じです。小指を駆使して、またスライド一発入って、で、ここはでも、やりやすい指使いでやってみてください。で、24小節目が、ここもさっきともう大体一緒です。A シャープ7のとこのコードは、僕はこういう指使いで言ってますね。人によっては親指ベースで行った方が行きやすいかもしれないです。でいきます。僕は、これ中指でいくんですけど、僕はこの6弦中指をキープしてますね。その手前のコードがこういう形なんで、こいつをベースをこっちにひねってあげて、慣れないとちょっと難しいかもしれないですね。また小指を駆使して、それで入れて、こっちに行って、バッテンならミュートを軽く入れて、僕はですね、多分1弦の3フレットの音を人差し指でいくんで、またこうひねって中指でベースいってるんですけど、普通に
どの指でもいいと思います。うん、自分が行きやすいように。僕は人差し指の方が自然だったんで、こう言ってベースを中指で言ってる感じです。でリピートしてまた戻るんですけど、 A セクションに戻るんですよね。またガーッと言って、また全く繰り返し同じです。でこれが2回目なんで、さっき言ったその15小節目のセカンドタイムオンリー2回目の方に入るんで、1番のそのファーストタイムオンリーの方は弾かないですね。2番の方に行ってそのまま下に降ります。でもう1回繰り返したらもう最後の4ページ目に行って終わりなんですけども、これでずっと繰り返してるだけなん で唯一注意点を挙げるとしたら31小節目、もうアウトロに入るところなんですけど、で入るところですね。3フレットの音1本でいくんじゃなくてバレーでいく。でこのメロディの3フレットの音を伸ばしながら上の和音をこう奏でるというふうにすると、なんかこういい感じになりますですね。ここ残したまま、あと一緒ですね。終わりの G メジャー7、ごめんなさい、これコードかぶって見にくいですね。終わりの G メジャー7はこの小指を残したままですね。その手前のコードがこういう押さえ方になってると思うんで、小指を残したままこうか、人差し指で、3本制覇ですね。1弦から3弦、簡単です。このまま小指残して3本制覇して中指でベース行ってあげれば、で全部の弦の音が出にくいなという人は多分こういう感じになってるんじゃないかなと。これもね、D の時と一緒です。この小指側を持ち上げるフォーム、こっち側に持ち上げてあげて、この小指がクッと曲がんないとダメですよ。で試してみてください。右手に関しても結構よく指使いとか聞かれるんですけど、僕はですね、16部連続するところはなるべく、まあ、この指か中指薬指かこう交互に動かすようにしてて、あんまり同じ指でポン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 とこう弾かないようにはしてますんで、そこら辺もですね、気をつけてみるといいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひやってみてください。どうも、リュウゾウでした。